そうですね、正直自分の中での挫折ってユノゴベルなんですよ。そうですね、在籍した2年目の時からもうこれが最後かなっていうか、もう苦しいなって思ってたので、もうやらないって、もうユノゴをこのでもうやめるって決めてたんですけど、サッカーやめようと思ってた。ユノ号で。いや、なんかすげえ貴重な話聞けたなと思って。話したことないですもん。マジっすか。こんにちは。すいません、今日はありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあすいません、そのままこちらの方に。お帰りなさい。はい、ありがとうございます。で、今回ちょっとセッティングさせてもらったの が、まあシーズン入る前に横山さんにちょっと腰据えてお話聞かせていただけたらなということで、ちょっとお願いをしてこういう場を設けさせてもらいました。自分がお世話になったユノボベルをまた復活させたいという思いで、ユノボベルに入ることを決めました。ただそれだけの一心です。まさかに、こうして久々に帰ってきて、改めてちょっと伺うんですけども、帰ってきてみての実感というか、思ったことってどんな感じですか？そうですね。やっぱり田舎だなっていうのは 感じました。一緒に働いてた人たちだったりとか、お世話になった家族っていうのもいるので、そういう部分では懐かしい人たちと久しぶりの再会ができたかなとは思っています。立ち上げの時からずっとボランティア活動をしていただいてた方なんですけど、それこそ自分がフランスワールドカップに出た時もフランスまで足を運んでいただいたりとかして、すごくお世話になっています。それこそ帰ってきた時にどんな話があったんですか？そうですね、むしろその人がこう戻ってきてくれやみたいな感じで一言あったのが、行こうかなって思ったきっかけかなとは思ってます。塚本会長以外にもじいゃあ。や、会長とも仲良く進行していて、そこで、それで久しぶりに塚さんとも連絡取ったのも、その人経由で連絡取ってって感じですね。なるほど。いや、正直もうちょっと具体的にお話聞きたかったなと思って。理由としましてこれが絶対一つってわけではないですけど、それも理由の一つでありますし、あとは本当にユノゴベルっていうのは本当に上にいるチームだと思っているので、本当にこうまた上に行ってほしいなっていう思いで、最後自分の力を出せたらいいかなとは思って、入団っていうのも理由の一つではありますね。最後っていう言葉があったんですけど、そうですね、正直本当にアメリカ3年間やらせていただいて、結構もう引退でいいかなっていうふうに思っていたので、こうなんていうの、他でやろうっていう気持ちはあんまりなかったので、ここが最後の最初で最後っていう感じで、最初もここで始まって最後もここで締めくくるっていう形が一番綺麗なんじゃないかなと。どのぐらいやるかっていうのは分からないですけど、長くなるかもしれないですし、短い期間かもしれないですけど、本当に
サッカー人生の、まあ、恩返しですね。やっぱり自分の中では本当にユノゴベルっていうのはやっぱ上にいなきゃいけないチームだと思っているので、はい。なるほど。やっぱりその当時のユノゴベルが横山さんの中にやっぱ今でもあるってことですよね。そうですね、まあ、本当にサッカー選手としての原点だったので、正直あの時代っていうのは本当に苦しかったんですけど、まあ、いろいろ先輩たちに教わる中で、まあ、すごい苦しい思いもしたんですけど、今となったらそれが本当に自分のためになってるなっていうのも感じていますし、やっぱ偉大な先輩たちとできてたなっていうのはすごく感じています。湯野号を離れてちょっとしてからはやっぱ感じ出しましたね。やっぱりすごかったんだなっていうのは、まあ、あとは高校卒業してすぐにここに来て、まあ、本当に何も分かってなかったですし、こう上のレベルがどんなんっていうのも分かってなかったんで、まあ、アメリカでも十分に経験させてもらいましたし、まあ、長野でももちろん経験させてもらって、本当に自分 の、 そのサッカー人生で一番結果を出せてないのが湯野号だったっていうのはそ の、 入団理由にもありますね。だからこその恩返しじゃないけども。そうですね、はい。やっぱり正直ここまで落ちてるっていうのは思ってなかったですし、まあ、ただそれを頑張ってあげたいなっていう新たな目標ができたので、まあ、ある意味いいかなとは思っています。言ったら本当に WE リーグから数えたらだいぶ下になるじゃないですか。そうですね、まあ、J3 だと思っています。男子で例えたら。横山さんが加入してこうどうこううまく上に上がるかなっていうのはすごくこう楽しみにしてたり気にしてたりするんですけど。いやでも本当に仲良し小良しのサッカーっていうのは勝てないと思ってますし、自分にも周りにも厳しくいかないと本当チームが成長しないと思ってるので、まあ、それがあるからこそ上のチームは勝ててると思いますし、本当に勝ちに貪欲に行きたいなとは思っていますし、まあ、あとは本当にこの在籍してる間に若手を育てて、いずれかこユノゴベルからなでしこジャパンに選ばれるような選手を選出できたらいいかなとは思っています。それこそアンダーの代表、フル代表、ドイツ、アメリカ、いろいろ経験されて変わる部分と変わらない部分ってあるんですか？サッカーの考え方は多分変わらないですね。それは高校の時からですか？はい、まあ、それはそうですね、はい。何がこう変わってるんですか？変わった部分はどうなんでしょうね。自分じゃあまり分かんないですけど、まあ、久しぶりに再会した人たちには大人になったねとは言われましたけど。あ、そうなんですか。何年ぶりぐらいですか？もう、10年ぶりですね。本当にちょうど10年。はい。それまでじゃあもう画面の向こうでしかじゃあ見てなかったですよね。はい、まあ、それでもみんな応援していただいてたので、まあ、そういう部分では温かい街だなっていうのは感じています。横山選手の挫折っていつだったんですか？そうですね、正直自分の中での挫折ってユノゴベルなんですよ。そうなんですね。はい。全然だって活躍してなかったですよね、自分。それはもう結果がっていう意味ですか？まあ、結果で、目に見える結果はまあそこですかね。その時の振り返ってみてどんな感じだったんですか？いや、移籍、その時も長野に移籍するってなったのも正直もうやらないって、もう湯野号でもうやめるって決めてたんですけど、それこそまあ本田さんが1年間熱いオファーをいただいてたので、まあ、それで続けたって感じぐらい落ちていましたね。え、サッカーやめようと思ってたんですか？はい。湯野号で。はい。で、本田さんに声かけてもらって。てかもう、そうですね、在籍した2年目の時から、もうこれが最後かなっていうか、もう苦しいなって思ってたので、ただもうその間からずっと本田さんが先に長野に行って、
でその1年間長野から岡山に結構しょっちゅう通ってくれて、ずっと来年来てやみたいな感じで言ってくれてて。へー、あ、そうなんですか。そうなんです。で、まあ、正直今もそうなんですけど、あのカテゴリーを落としてまで自分がやるっていう価値ってなんだろうっていうのをすごい考えてたんですよね。その時も湯野号は一部だったんですけど、長野は二部で、まあ、それがそのやっぱ周りからしたら挫折って思われるのか、逃げ道なって思われるのかっていうのもすごい考えましたし、その時は、まあ、ただ行って後悔はなかったですし、あの逆にその時に移籍して、あの今の自分があるかなとは思っています。そうだったんですね。なるほど。じゃあ本当にその時がそうですね、まあ結構挫折ありますよ自分。あの高校の時とかも、あのアジア予選のメンバー外れたりとか、それこそ小学生で中学校に上がる時、はい、日テレメニーナのセレクション受けて最終で落ちたりとか、落選してるんですよね、はい、結構こう見えてあんまりこうなんていうんだ、いい履歴は残ってないですね。そうなんですね。まあ、ただその本当になんていうんだろう、その時はうわもう終わりだみたいな感じで思ってても、あの後々考えた時に、あ、これで良かったんだなっていうふうに、あのどの道も歩めてるかなと思っています。いや、なんかすごく聞いた話なんですけど、湯野号で結果が出せない時にこう走り込んだりとか、すごくこうトレーニングに励んでたっていうのは。そうですね、 あんまり自分でトレーニングを見せる、まあ、あのそうですよね、 ご自身であんまり言うのもあれですよね、はい、あの見せるタイプではないんですけれど、その時本当にオフなしでやってましたね。あのそれこそ作業の野村先生にあの協力していただいて、火曜日は作業男子に混じって毎週練習参加させてもらってましたし、あの終わってから走ったりとか結構やってましたね。あのオフの日はチャリで、あの新金さんまで通ったりとか。どこからですか？三まさかからですか？はい、1時間ぐらいかけて、まあ結構いろんなことはやりましたね。まあ苦しかったですけど、本当に、まあ、結果が出てますからね、それで。だから本当に良かったなと思ってます。いや、なんかすげえ貴重な話聞けたなと思って。話したことないですもん。マジですか？ありがとうございます。すいません。あの時そうですね、絶対、まあ、スタートで出ても途中交代でしたし、ましてやスタートで出れない時とかも全然あったんで。でもそれから本田さんの元へ行って。そうですね、はい。何が変わったんですか、じゃあ。まあそうですね、まあ自分がチームを引っ張らないといけないっていう立場になったっていうのもありますし、まあ、シンプルに悔しかった、それが一番大きかったかなと思います。あのもともと自分がその目標にしてたのがアメリカでやるっていうことだったんで、まあ経由っていうか、まあ、ヨーロッパも一応経験しといた方がいろんな自然が変わるかもっていうことで、あのオファーをいただいたんで、まあそれでちょうどちょっと、まあ武者修行がてら行ってこようかなっていうのを思ってドイツには行きました。どんな感じなんですか、ちょっと本当にドイツのサッカーとか、まあ、世界なんですけど。そうですね、あの、まあ、代表でもあのいろんな国と対戦したりとか、まあ、アメリカとかドイツにも渡って感じたことは、サッカーへの意識がやっぱ違うかなとは思ってますね。取り組む姿勢。姿勢っていうよりかは、どっちかって言ったらやっぱ外人っていうのはオンとオフの切り替えがやっぱすごいんですよ。どんなに、まあ、練習中喧嘩しててもあの練習終わったらその後は普通。ただ日本人っていうのはやっぱなかなかそういうのができないっていうのがあるかなって思いますし、とにかく仲良くしてて楽しくやりたいっていうふうに思ってるんですけど、楽しくってどういうのが楽しいかって言ったら、正直結果が出てないと楽しくないんですよ。だからどれだけみんなが勝ちたいと思って日頃練習してるかっていうのが関わってくると思うので、
そういう部分ではちょっと足りないかなと思いますし、練習でもミニゲームとか、あの紅白戦とかでもやっぱ勝ち負けっていうのはやっぱ海外だったらすごいこだわりますし、まあ、もっともっと勝ちに貪欲にならないといけないかなと思っています。まだでもチームの雰囲気だったり練習は見れてないですよ。全然見てないですし、知ってる人ほとんどいないです。よくそれで帰ってこようってなりましたね。その地域の人と塚本さんのその後押しがあったとはいえ、ね、はい、すごくないですかそれ。結局でも、まあ、あの団体スポーツですけど結局自分なんですよ。サッカーももちろん11人いないとサッカーできないですし、チームがいないとできないですけど、でもそれでもやることっていうのは変わんないんですよ、自分がやることっていうのは。だから別に 誰も知ってる知らない人がいないからここは行かないとかじゃなくて、チームに魅力があるかないかなんで、自分の中ではやっぱユノゴベルっていうのはやっぱすごい魅力があるチームなので、まあ、そういう部分で戻ってきたっていうのはありますね。環境とかやっぱり地域の方々に応援されてるっていうのはすごくあると思いますし、それが一番の力になると思ってるので、やっぱ周りの人に応援していただいてるっていうことは本当に他のチームではあんまりないことですよね。ユノゴベルはやっぱその辺が特別というか、そうですね、はい、それをもっとこう力に変えないといけないと思いますし、それが当たり前っていうふうになってるようじゃやっぱ勝てないかなと思ってます。すごいですよね、やっぱ去年だって最下位ですもんね、まあ、その中で観客動員数1位っていうことは、もうちょいなんでかなって自分たちで考えていかないといけないと思いますし、まあだいぶ自分がいた頃よりかは本当に減っていると思うんですけど、まあそれでもねやっぱり上にいてほしいチームなんで、もっとこう厳しく勝ちにこだわるっていう部分をこうチームに入れようとして、すごくこう他の選手との温度差があったりするんかなとか思ったりするんですけど、その辺ってどう思われてますか？そんなの関係ないですか？関係ないですね。温度差があって、じゃあ低い人だったら、だったらもっと下のリーグでやったらっていうか、あの違うチームに行って自分が楽しくやればいいと思ってますし、この、 あのベルの重みっていうのはやっぱ分かんないとそれも感じれないと思うので、まあ難しいですけどね。もちろんそれが嫌でやめたいと思う人が出るかもしれないですけど、まあ、それでもね、あの勝ったら問題ないんで、きついことやんないと上に行けないですし、苦しい思いしないとあの上に登れないんで、結局はまあ、はい、まあ、でも今のユノゴベルは本当に伸びしろしかないと思ってます。上がる可能性はじゃあもう秘めてるっていうふうに見ての、いや秘めてるかどうかは分からないですけど、まあ、自分ら次第ってことですよね。まあ、そうですね、チャレンジはしてみたいなと思っていますけど。すいません、なんかすごく楽しく見えて仕方ないんですけど。いや苦しいと思いますよ、はっきり言って。いやマジみんなに、まあ、言われることは、アメリカから、まあ、J3 に行くってどういう心境なんて聞かれますけど、そうですね、まあ、守りたいチームなんで、はい、唯一ユノゴだけで結果が出せなかったんで。横山さんってその完璧主義だったりするんですか？別にそういうわけじゃないですけど、まあ、自分が満足するまでやれたらいいかなとは思ってます。まあ、1月になって本格的に動き出したって感じですね。あ、じゃあもう2月のチーム全体のところではがっつりも上げていこうかなという。いや、あのシーズンインがずいぶん長いので2ヶ月ぐらいありますよね。はい、まあ、ゆっくりでいいかなと思ってます。あ、じゃあアメリカドイツの時はもっと短いスパンで開幕に合わせてた感じなんですか？はい、それってなんでなんですか？1ヶ月あるかないかですね。まあ外人集中力ないですし。なるほど、それこそオンオフがはっきりしてるから、はい、そうですね、その準備期間が短いってことなんですかね。はい、なるほど。
一番低い目標で言ったら昨シーズンよりかはいい結果を出したいなとは思ってますけど。なるほど。まあただやっぱ優勝争いできるチームにはしたいですよね。そう、まあどんな選手がいるのかっていうのは分からないですけど、まあここで落ちてるようなチームではないと思ってるので、本当にそうですね、はい、優勝争いできるようなチームにしたいなと思ってますし、まああとは自分が結果を出すだけかなと思ってます。久々の日本でのプレーじゃないですか。そうですね、ついていけないかもしれないです。どうなんですか、不安とか楽しみとかで、多分海外からいきなりこう日本のサッカーって多分だいぶ違うんじゃないかなと思うんですけど、どうなんですか。いや、めちゃめちゃ不安ですね。まずは不安なんですか。練習量がやっぱり全然違うかなと。やっぱ日本人って真面目なので、本当に週1回しか休みないですし、1日の練習時間も長いと思いますし、まあただそのぐらいやんないとやっぱ外国人には勝てないから仕方ないのかなとも思ったり、うん、あとはルールが多そうなので。それはそうかもしれませんね、はい、周りの目も気にしないといけないですし、はい、ついていけるかちょっと自信ないです。あ、そういう面で、はい、なるほど。それって海外行く前もそんな感じ。結構そうですね、自分、はい、時間にルーズっていうか自由って感じですね、まあ、ただやるときはやるっていうのはありますけど、最低限のことは守れたらいいかなと思ってますけど。なるほど、はい、分かりました。じゃあもともと海外スタイルというか。そうですね、結構自分海外生活あってましたね。すごい楽しかったですし、まあじゃなかったら3年もいないかなとは思ってますけど。一応じゃあまあ抱負というか、さっきのはじゃあそういう感じで、はい、いただきました。そう、ちょっと やってみないと分かんないですね。そうですよね、本当に。そうすよね、リーグのレベルすらも自分知らないですし、はい、まあ、チームのレベルもまだ分かんないですし、本当にやってみないと分かんないです、まあ、一人じゃできないんでね、本当に。まあ、ただそうですね、みんなが期待してるのはやっぱりゴールなんじゃないかなと思いますけど。でもまさにそうです。そうですよね、まあどうでしょうね、まあ、一回でも長野でここに来た時点取れなかった気がするんですよね。ホームの時は取ったんですよね、その時が久しぶりの伊能郷との。あ、じゃあそっちの試合かな。そうですね、それでは取ってるんですよ。それこそ綾さんと美穂さんがいて、はい、そこでは取ってたんですけど、こっちに来た時あんまり調子良くなかったイメージがあるかな。え、正直ラグビーサッカー場で点決めたのってどれぐらいですか。自分のレッツ戦ですね、それだけはすごい覚えています。え、三山さんからシュートフェイントでボール胸ぐらいで受けて一人かわしてシュートしたやつか。で、多分あれが多分ユノボベルの歴史として初めてレッツに勝った、ホームで初めて勝った、それはすごい覚えてますね。それしか覚えてないですよ、むしろ。本当にそのぐらい記憶が、結果が出てないんですよね。スタジアムごとに好きなところとか、そう、相性がいいなって思うところとか、イメージいい悪いとかあるんですか。どうなんでしょうね、特に気にしてないですけどね。気にしてないですか。はい、まあ、ただ悪いところだけは感じてるかなとは思ってます。はい、ラグビーサッカー場は。いや、やってみないと分かんないですね。分かりました。そこ悪かったらもう結果出せないんで。なるほど。もう悪くてもまあ良くしていくのみなんですけどね。可能性は秘めてますよね、本当に。それこそ自分たちがいた時もパレードにも1万人来たりとかっていうのは、まあそういうチームがやっぱ上に行ける可能性があると思ってますし、自分がいた頃っていうのはやっぱ強いイメージがあったので、まあ願望もありますよね、やっぱり強くなってほしいなっていう、そういう思いもあります。他の選手とかどう思ってんだろうな、でもびっくりしてんのかな。いや、ちょっと楽しみですっていうところもあり、ちょっとでも怖いなっていう声もあって。怖いと思います。はい、はい、それはもう正直にみんな言ってます。はい、で、吸収できるところは全部吸収したいっていう。怖いと思います。僕も多分怖いだろうなと思ってます。自分でも怖いなと思ってます。
サッカー中はやっぱり、まあ、いかにね、あのオフの部分では普通に誰が接してくれるかっていうのも楽しみですし、サッカー中はねやっぱお互い切磋琢磨しないといけないと思ってるので、ぬるくやって勝てるサッカーはないと思ってるので、まあ、それを教わったのもあのこのチームだったので、まあ、サッカーの時は厳しくいきたいなと思ってます。誰も知らないですけどマジでちょっと不安ですけどね、そこはもうこのあたりで、あ、ごめんなさい、最後に1個だけお願いしていいですか。サインですね、サイン書いておきましょうか。はい、すみません、ありがとうございます。なんか一言、一言ですよね。はい、ありがとうございます。これはどういった意味ですか、ちょっと読んでいただいてもいいですか。そうですね、冬は必ず春となる、まあ、季節ですよね。冬は毎年春になるじゃないですか、まあ、なんでダメな時期があっても必ずいいことが起きるよっていうことで、はい、おばあちゃんに言われた言葉なので大事にしていますし、はい、まあ、あとは得点を取れるように、ついこの間本田さんとも約束したので頑張りたいなと思ってますけど、そうですね、それこそ湯の郷から長野に行った時に30点いかなかったんですけど、そのぐらい取れて、得点を取ったので、前回の、点数を越せるぐらい頑張りたいなと思ってますし、それを取るってやっぱ約束したんで、まあ、30点近く取ったら得点を取れるでしょう。取れると思います。まあ、そうですね、自己ベストではないですけど、はい、頑張りたいなと思ってます。ありがとうございます。はい、たくさんの人が入っていただけたら、いや絶対たくさんの人入ると思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。いやもう本当に、はい、ちょくちょくビビってたんですけど、こんなに喋ってくれると。